ただきました。2回も3回もね、たくさんの方で、はい、ご挨拶もお願いいたします。皆さん明けましておめでとうございます。本当にたくさんの人が集まっていただきありがとうございます。一つでも面白いことを言えるように頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。新年ということで、はい、お正月のお話をまず伺っていきたいと思うんですが、はい、お正月はどのように過ごされてますか？地元の方に帰ってて、はい、だらーってしまって本当に、はい、いつまでご実家の方に？昨日帰ってきました。このトークショーのために。そうです。ありがとうございます。はい、初詣とかおみくじとかは、行きました。おみくじも引かれましたか？はい、あんま良くなかったんでちょっとやり直したいなと思ってます。やり直したい。何吉だったんですか？小吉でした。小吉、なんか、はい、いろいろ書かれてることで気になったことありましたか？なんか争い事みたいになるじゃないですか、はい、負けるって書いてました。はい、嫌ですね。それは引き直しましょう。そうですよね。でもなんか負けるがなんか何かを得るみたいな書いてたんで、はい、まあいいかと思いながら、あとなんか何だっけ、病気は、はい、治るって書いてました。それはいいことですね、はい、まずそこ見ました。そういえば、あー、なるほど、はい、小吉なのに治るのかと思ってちょっとあんま信じれなかったんですけど。でもたまに大吉でも内容が最悪な大吉とかもありますからね。じゃあ、はい、いい方の小吉かもしれないです。じゃあそういうことにしておきましょう。はい、お願いします。一旦ちょっと忘れて、はい、ね、今シーズンも戦っていきたいと思いますけれども、はい、年末年始といえば、はい、暴飲暴食をねしがちだと思うんですけれども、はい、岡田選手はあまりね太るとかいうイメージないですけれども、はいはい、その暴飲暴食とかしても大丈夫なタイプですか？いや、してないですね。暴飲暴食してない、はい、食に興味がない。いや、もちろん お餅は結構食べましたけど、はい、でもその分練習もちゃんとしてたんで、はい、プラマイゼロくらいです。なるほど、はい、なんか皆さんね、シーズン中とか選手の皆さんに気をつけてることありますか、はい、って伺うと、はい、食事を気をつけているっておっしゃる方が多いんですけれども。あ、僕は違うんですね。僕は朝ちゃんと起きるということですね。朝苦手ですか？はい、やっぱり休んでいいんやと思うと、なんか昼まで寝ちゃうタイプなんで僕は、はい、朝しっかり起きる。なるほど、はい、ちゃんと行動する、はい、ってことですね。何もしなくていいよって言われたらずっと寝てますか？絶対寝ます、はい、すごい真剣な眼差しでおっしゃってますけど、はい、だって寝てるのが一番楽じゃないですか。まあそうですね、はい、でも寝て疲れたりしないんですか？なんで寝て疲れるんですか？寝て疲れる方とかいません？いますよね。ちらほらいらっしゃいますよ。だってゴロゴロしてるだけですもん。最高の時間じゃないですか。なんか寝すぎて腰痛いなとか。まあ、それはありますね。それはあると思います。はい、まあ、寝るのがお好きということで。めっちゃ好きです。はい、はい、今年から合同自主トレがなくなりまして、ご自身でっていう形になりますけれども、はい、自主トレはどのように過ごされるんですか？いや、もう名古屋球場の方にとりあえず足を運んで、はい、やれることをやります。誰かと約束をして？僕、10年間1回もそういう約束したことないです。そうなんですね、はい、一匹狼ですか？友達なんですかね。あれ、プライベートで仲いい選手とかはいらっしゃらないんですか？めっちゃ仲良くしてもらってますし、仲良くしてるんですけど、うん、はい、なんか自主トレは僕ついていくこともしないですし、はい、一緒にやろうとも言わないです。多分個人プレーで、はい、一人がいいです。一人がいい、楽です。合同自主トレは、はい、岡田選手にとっては、はい、まあ、メリットデメリットあると思うんですけれども、はい、メリットとしてはどういうところが良かったですか？やっぱりみんな、まあ、みんなじゃないですけど、ある程度の人数が集まることで、モチベーション、キャンプに向けてのモチベーションが上がる、はい、っていうのがまずメリットの一つで、やっぱりそのスタッフさんも、来ていただくので、はい、やれることが多くなる、うん、自分一人だと、まあ、限られるんですけど、やれることがたくさんあるようになる、はい、あと、デメリットは僕分かんないですけどね、正直、はい、メリットの方があったと思うんで、なくなることが僕の中ではショックだったので。あ、そうなんですね、はい、なんかやってほしかったです。あ、はい、じゃあ岡田選手主催の自主トレを開けば、はい、もしかしたら誰がついてくるんですかね。はい、じゃあちょっと誰もついてこないんじゃないですか。
そんなことないですよね。でも誰かは連れて行きたいなと思ってるんですよね。僕、はい、あの岡山で、岡山結構あったかいんで、はい、あの結構体動かしやすいんですけど、うん、ここで誰かとできたらいいなって思いながらやってるんで。もし誰か一人だけ、一、はい、人だけですか、一人だけ選ぶとしたら、どの選手がいいですか。絶対年下がいいんで。お誰やろう、誰ですかね。翔太とか鈴木翔太、鈴木翔太選手が連れていくのですかね。やっぱ同じ結婚障害になってるんで、まあ、その時の症状をお互い意見を出し合いながらやるのがいいかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。2019年は、はい、まあ、令和から、あ、平成から令和に変わったりとか、はい、あの森監督から与田監督に変わったりとか、はい、まあ、変化のあった年だと思うんですけれども、はい、平成から令和に変わる最後の試合とか最初の試合って何か特別な思いはありましたか。はいはい、多分あの僕の記憶上ですけど4月の、はい、あの29日に僕一軍行ってこいって言われてるんですよ確か、はい、で5月の2日に登録されてるんで、はい、令和最初は多分一軍に対応してたと思います。登録はされてないんですけど、はい、っていう記憶があります、はい、やっぱりその令和に変わる時は一軍にいたいって思いましたか。なんかそのタイミングで上がることできたんで、うん、ちょっと持ってるなと思ってました、うん、はい、なんか今ハマってることとか、あ、このドラマにハマってるとか。ドラマはもう飽きました。飽きました。ちょっと前までは韓国ドラマめっちゃ見てたんですけど。そうなんですね。もう飽きました。飽き性ですか。あんまり長く続かないタイプかもしれないです。はい、さあ野球が唯一長く、そうあってほしいですね。で1年でも長く見てる、はい、ちょっと不安なお言葉でしたけど、はい、今のところは来てないんで大丈夫です。はい、これからも飽きないでくださいね。頑張ります、はい、そして2019年は、はい、4年ぶりですかね、はい、4度目の、はい、あ、2017年以来の50試合以上登板ということで、はいはい、53試合に登板されて3勝2敗13セーブ、はい、7ホールド防御率 3.58 という結果でしたけれども、はい、どんな1年でしたか。まず50試合以上投げれると思ってなかったですし、 5月だったんで登録が、はい、まあそこから何できるかなっていう感じでしたけど、でもちょっと、自信はあったんでちょっとできるなっていう、はい、まあ、でも50試合はちょっとできすぎですし、はい、まさかクローザーやってるなんても思ってなかったですし、はい、驚きの1年だったと思います、はい、まあ、岩瀬選手が引退されて、はいはい、最初の年で抑えを任されることも多かったと思うんですけれども、はい、抑えというポジションはいかがでしたか、はい、やってみて。いやすごいやりがいはすごいあると思います。でも、うん、めちゃくちゃ緊張するんで、うん、そこはちょっと多分何回やっても慣れないところだなと思います、うん、はい、なんか岩瀬さんから何かお言葉いただいたりとかはしたんですか。試合後に電話くださったりとか、うん、してもらったのでアドバイスはもうちょこちょこいただいてました、うん、それは詳しくは言えないですけど内緒で、はいはい、このイオンモール名古屋ドーム前が中日ドラゴンズのオフィシャルスポンサーということで、はい、昨年の8月にこちらのステージに岩瀬さんにもお越しいただきまして、はい、シーズンの途中にお話を伺ってたんですけれども、その時岩瀬さんがまあ、その引退をされて抑えは誰に任せたいですか、はい、って言われた時に、はい、岡田選手の名前も出したんですけれども。本当ですか。おっしゃってましたよ。8月の時点ですか。あ、もっと前だと思います。本当ですか。はい、多分引退された時に、はい、まあ、どこかでおっしゃって、はい、で、まあ、その岩瀬さん自身はずっと抑えをやられてたので、はいはいはい、まあ、それが普通だと思って現役生活やられてたんですけれども、はいはい、やめて外から野球を見たときに、はい、抑えというポジションがもうこんなに大変な場所だったんだと知って、はい、岡田選手を指名したのは申し訳なかったってかわいそうなことをしたなっていうふうにここでおっしゃってたんですけれども。本当ですか。はい、
そんなお話は。かわいそうな人間ですね。いや、はい、そういうふうにちょっとね、後悔とかもすいませんっていう気持ちで見てるって。いやいや、指名していただいて僕はありがとうございますなんで、はい、2020年の抑えというポジションは全体ですか。いやー、ね、こればっかりは、うん、キャンプでアピールして、どういう結果が出るかわかんないですけど、はい、任されるようになりたいなと思います。できれば頑張ってほしいですよね。どうなんですかね。いやいや、客室的にちょっと不安かもしれないですね。ちょっと同じって感じですよね。いや僕自身もそう思ってるんです。でも本当にそのポジション自分で選んでいいよって言われたら、はい、どこ希望しますか。なんか決めるの苦手ですね。一人選手選ぶのもね、悩まれてましたもんね。リリーフ、なんか次でいいです。あら、はい、なんかね、ラジオで2020年も抑えをやりたいっていう発言をされていたっていう情報が先ほどね、ちらっと入りましたけれども、はい、やっていいよって言われたらもちろん軽いやりますけど、そんな甘いものじゃないので、はい、やれるようにそこまで実力をつけたいなと思います。はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、まあ、投手として練習される、はい、まあ、普段ね、投手として練習されてますけれども、はい、投手の練習の中でバッティングとか中継ぎとかやられてても練習することはあるんですか。キャンプの時はよくやります。バッティング練習はお好きですか。いや、嫌いです。ピッチャーとしての練習の方がお好き。いや、高校の時までは打つのも好きで、はい、いいですか。はい。だって手痛いですもん。なるほど、はい、ありがとうございます。で、先ほどご登場いただいた時にも、まあ、ロドリゲスに代わりまして、岡田と、ね、紹介させていただきましたけれども、はい、ロドリゲス選手とは同い年で、はい、仲も良かったっていうふうに、まあ、ちょっと新聞の記事で拝見させていただいたんですけれども、はいはい、ロドリゲス選手とはどんな会話をされてたんですか。いろいろですよね。まあ、彼はやっぱり、やっぱ元々のやっぱレベルが違ったので、はい、考え方一つもやっぱレベル高かったので、すごい尊敬の眼差しで僕は見てました。はい、コミュニケーションは何語で取られるんですか。はい、いや、まあ、彼日本語上手なんで。あ、そうなんですね。はい、日本語の時もあれば、まあ、通訳さん入れて、ちょっとちゃんと本当に喋りたい時は通訳さん入れて、ルイスさんとか来てもらって喋ってました。はい、一番話したことで印象に残っていることってありますか。はい、野球の話はやっぱりその時その時いろいろしてるんですけど、まあ、普段の生活してる中で野球を何パーセント考えてるかとかは、そうなんやと思って結構それは記憶に残ってます。何パーセントだったんですか。ロドリゲスはもう基本的に何しても 100% 野球のことらしいんですけど、はい、僕は基本的に、まあ、多くて 60% ぐらいなんで。はい、岡田選手の頭の中は 60% 野球、40% は何です。何が占めてるんですか。休むとか、どっか行こうとか、はい、そんな感じですね。やっぱオフの日なんで、うん、もちろん野球のこともめちゃ頭には入ってるんですけど、はい、なるべくそっちから抜けようと僕はしてるタイプだと思うので、はい、やっぱりやっぱメジャー復帰されるということで、はい、よかったなと思ってます。はい、何か対談されることが決まってから、はい、会話はされましたか。福の携帯で、フェイスタイムでちょっと喋りました。福選手の携帯で、はい、個人的には連絡は取らずに取ってないですね。たまたま福のところにかかってきたらしくて、それでたまたまトレーニング中だったんで、はい、ちょっと喋りました。はい、元気してるかみたいな感じで。なんか髪の毛真っ黒だったんで、はい、ちょっと顔のパーツも全然わかんないです。本当に真っ黒だったんで。全体的に真っ黒で、はいはい、金髪じゃなかったです。あ、そうなんですね。はい、その時に今、悲しい、寂しいねみたいな感じは。あ、全然なかったですよ。あ、そうなんですね。頑張れよって感じなんで、本当に一ファンとして応援してます、本当に。はい、はい、共にね、またなんか、はい、戦える機会とかがあるといいですよね。そうですね、ないかもしれないですね。そんな悲しいこと言わないでください。はい、そして先ほどもちょっと触れましたけれども、はい、2019年は森監督から湯田監督に変わりましたけれども、はい、監督が変わるときってチームはどういう雰囲気になるんですか。
まあ、僕も今年11年目なんですけど、はい、まあ、たくさんの監督さんの下でやらせてもらったんですけど、はい、そんなこと僕考えてなかったです。やっぱり あまりもう自分のことにもう手いっぱいというか、はい、意識なんで、うんうん、監督さんがどうだとか考えたことなかったです。そうなんですね、はい、歴代の監督との、まあ、エピソードというのか、はい、お話しする機会とかってあるんですか？まあ、今シーズンに、はい、昨年かも与田さんに至っては、僕がその血行障害で開幕2軍迎える時に監督室呼んでいただいて、はい、良くなるまで待ってるから、うん、慌てやんといてくれみたいなこと言われて、まあ、それが僕としてはすごい大事にされてるなというか、まあ、助かった言葉ではありましたね、はい、とても素敵な方ですよね、はい、まあ、B クラスが続いてますので、まあ、僕一人じゃ全然何の力にもならないんですけど、はい、チーム一丸となって、優勝して、優勝したらあれなんですね、ここオフィシャルあれなんですよね、オフィシャルスポンサーです。で、安売りがなんかになるんですよね。あ、そうですよね、はい、その時にまた僕ここに呼んでください。あ、はい、一緒に何か売りますか？そうします、はい、優勝したら、はい、そうなるように頑張ります。ぜひ、はい、よろしくお願いします、はい、ということでね、本当にもう2階にも3階にもたくさんの方にお集まりいただきましたので、はい、ありがとうございます。ご挨拶もお願いします。ありがとうございます。いや、本当にありがとうございます。本当に頑張りますんで、ぜひドーム来てください。本当に皆さん、はい、ぜひね、中山選手をお守りいただきまして、岡田選手、ドラゴンズのね、はい、はい、応援をよろしくお願いいたします。